感染拡大が止まらない中、今日2日目を終えた大学入学共通テスト。濃厚接触者となった受験生が先ほどインタビューに応じてくださいました。とりあえず一安心できたと思います。濃厚接触者になって受ける直前まではそもそも受けられるかどうかっていうのが怪しかったので、そこはとても不安でした。家族がコロナにかかって保健所の方から濃厚接触者だと言われて、12日ぐらいに本当に直前に言われました。試験会場までは感染対策をしたタクシーで、受験は別室で一人だったといいます。会場の濃厚接触者が自分一人だったので、自分一人で別室で受けることになりました。むしろ集中できたと思います。改めて濃厚接触者になったことについて聞いてみると、ご家族からどういう言葉というか、ものすごい申し訳なさそうに、やっぱりごめんねごめんねって言ってましたね。コロナにかかる前はなんかもう人ごと、完全に人ごとみたいな感じだったんですけど、いざ身内がかかってみると隔離されるのはやっぱり辛いんだなと。今日東京の新規感染者は4172人、3日連続で4000人を超えました。重症者は昨日より1人増えて5人、病床使用率は 19.3%、 まん延防止等重点措置の要請を検討する 20% に近づいてきました。今よく分析して、やはりオミクロン株っていうのは移るのも発症するのも早い、そしてまた移すのも早いという、これまでの特性とかなり違うことなども考慮に入れて考える必要がある。全国の感染者は2日連続で2万5000人を超え、大阪や兵庫、広島などで過去最多となりました。こちら東京千代田区の保健所では、感染者が急激に増えたことで業務が逼迫し、今濃厚接触者の特定などが難しくなりつつあるといいます。非常に辛い状況ですね。先週からですと倍増以上ですね。現在この保健所では従来通り濃厚接触者の特定などを行っていますが、患者さんの方の応対の方を優先しなければいけないので、どうしても濃厚接触者さんの方についてはなかなか健康観察まで難しい部分はあります。そして軽症が多いオミクロン株がゆえに、患者からはこんな要望も。お一人お一人軽症者なので、お仕事とかそういったことを考える方もいらっしゃるので、リクエストが細かくなっちゃってる部分もあるかと思いますので、Wi-Fi が必要だとか、仕事をする関係でどうしても家のそばとかそういうところが欲しいとかっていうお話はありますね。かなり軽さを感じて、でそこからちょっと熱の方が上がりまして、38度後半ぐらいなんです。こちらの病院ではこの1週間で20人の感染者が出ていますが、ほとんどが軽症者のため自宅療養です。東京の自宅療養者は8242人、1ヶ月前と比べると200倍以上になっています。その対策として東京都では、これまで保健所が行っていた自宅療養者の健康観察を医師が担う新たな取り組みを始めました。医者が診断してから保健所がファーストコンタクトを取るまでに空白の時間ができちゃった。これが1週間ぐらいでなんてこともあったわけですよね。でその間に急変する患者さんも出てきた。医療が関わるときに保健所との情報共有がうまくいかなかった。第5波の苦い経験を踏まえ、患者と医師、保健所の3者で
情報共有ができるシステムを導入したのです。患者さんが日々の健康状態、例えば熱がまだあります、咳がありますといったようなこと、あるいは体温も含めてですけども、チェックしていただいて、それをスマホから入力していただくと、我々医師と、保健所のスタッフが共有して、見ることができるんですね。現在都内の1000以上の医療機関で対応しています。医師が毎日電話しますので、医療に支えられているっていう意識も皆さんより持てるようになっていると思います。病状を悪化させないように早期から、見ていく、重症化予防のに最も一番大事なことだと思ってます。